どうも皆さんこんにちは、ニムです。皆さんはポケモンバトルにおいて大事なものって何だと思いますか？この導入もう3回くらいやっている気がしなくもないな。そりゃメガストーンだろ。しぼっちですかね。もう少し大事なものあるでしょ。ポケモンバトルにおいて大事なもの。もちろんそれは速さだ。というわけでそれを証明するために対戦へ。速くない？特性は加速だ。お前今回実況に参加するのは初めてだろ？自己紹介くらいはしてもいいんじゃないですか？おっと速すぎて紹介を忘れていたな。俺は最速の男、バシャーモガゼ。もうすでに宝円御三家は動画にしつつあるから順番的にそろそろ来るとは思ってたよ。だが俺は怒っている。どうしてですか？最速の男なのに樹海やラブラージより動画化が遅かったじゃないか。確かにレグメンの樹海は別だとしてもラブラージや他のポケモンより遅いのは気がかりだな。実はバシャーモは樹海の次に投稿する予定だったのですよ。なんでこんなに遅れちゃったわけ？新技の早手返しあるじゃないですか。先制技の上から攻撃してひるませるって技なのですけど、加速で素早さ上がり続けるバシャーモは先制技が天敵だし相性はいいかもな。それをやるために回し運転していたのですよね。1週間くらい長すぎだろ。結局全然うまくいかなくてこのありさまって感じです。要はおめえの実力不足ってことだろ。さすがにそれじゃバシャーモは許してくれないと思うぜ。まあ人には得て増えてあるから今回は仕方ないんじゃない。許すのも早いな。今回は俺がとっておきの型を用意してきたからそれで対戦しようぜ。というわけで早速対戦へ行きましょうか。1戦目、今日も今日とてまだ宝円御三家は使えないのでカジュアルです。カジュアルの影響でとんでもないの混じってますよ。まだこいつと戦うには早すぎるぜ。だがここはパルデアだからダイジェットはない。特性加速の俺には速さでは当然勝てないだろう。相性的には大敗だけどね。今回俺のとっておきな型は全抜き型だからなるべくステロは欲しい。というわけで初手はデカヌちゃんでステロしてから展開していこうと思います。対戦よろしくお願いします。初手はポリツーさん。今回のデカヌちゃんは畑覚えているので奇跡奪うことは可能です。とりあえずワンパンされることはまずないのでステロから入りましょうか。俺の出番はまだ来ないのか。もうちょっと待ってください。自分でステロ欲しいって言ったのに負けないのか。ポリツーさんは引いて出てきたのはルギアさん。来やがったなルギア。電磁波なくなったとはいえマルスケとテラスの相性は海流が証明済み。海流よりも異次元な耐久から積まれたら大変なことになるぜ。ということでまず電磁波で足を奪います。お前知ってるか、コメントで電磁波を置くねって言われてんだぜ。電磁波を制す者はパルデアを制す。今はどのポケモンが電磁波してきても不思議ではないですし、そもそも宝円ポケモン元が遅いから仕方ありません。まず電磁波対策してない方が悪いので私は全く悪くありませんよ。めちゃくちゃ効いてて草。まあ実際素早さのインフレがすごいので麻痺に頼る気持ちはよくわかりますね。対策してきたみたいだね。デカヌちゃんじゃなければ大変なことになってましたね。幸いワンパンする術がないので2回待ちさせればいいから問題ありません。その後はアンコールすればなんだかんだで貫通できます。身代わり以外は起点になりにくいステロ要因で使いやすいのですけど、なぜかそこまでいないのですよね。多分優秀な地面タイプが多いのと炎オーガボンがいるからかな。ステロするならビンルーでいいしな。ということで2回目の麻痺を入れることができました。ここからはアンコールで縛ってルギアには一旦引いてもらいましょうね。麻痺の影響でデカヌちゃんが上からアンコールできるようになっているな。見ろ、これが速さによって得られたアドバンテージだ。そして俺は最速の男、バシャーモガゼ。はい、わかりました。早速俺に交代するか。いえ、まだマルスケ剥がせていないので次のアンコールタイミングで交代しましょうかね。当然アンコールで動けなくなるから交代はするよな。剣盾ではアンコール使うやつほとんどいなかったから若干ルギアきつそうだぜ。裏から出てきたのはウラオスさんです。これなら畑で道具奪えてさらに電磁波で足奪えますね。また待ちさせるのか。デカヌちゃんがいる間は待ちさせまくってもらいますよ。ウラオスさんはスカーフ持っていたみたいです。速さを求めるのはいいことだ。だが俺の足元にも及ばない。加速前はバシャーモより速いですよ。まあ電磁波入れてしまえばバシャーモより遅くなるので何の問題もありません。ウーラオスの当倍攻撃程度なら全然耐えられます。でかいハンマー持っているくせに耐久高いというか、でかいハンマー持っているから耐久高いのか。まあわざわざウーラオス待ちさせなくても今回の俺は見切りを覚えているから一段階上げてしまえば上取れるぜ。いやウーラオスは守る無効なので大変なことになっちゃいますけど。そういやそんな特性あったな。デカヌちゃんはやることないのでこのまま適当に倒され待ちになっちゃいました。ウーラオスさんは剣の舞してきました。あれ、こいつスカーフ型だったのに剣の舞覚えてんのか。スカーフサーフ号が悪巧み使えるのと同じ感じでしょ。ちょっと違うと思うよ。積んできましたがこちらの方が早いのでさっきと同じですね。また交代されると思うので今回こそバシャーモに出てもらいましょう。承知した。最速のチャンピオンバシャーモってやったぜ。よろしくお願いしますね。うまくウラオス引かせることができました。ルギアが出てきたけどバシャーモで勝てるの？安心しろ、今回はルギアにだって勝てるとっておきの方なんだから。本当にとっておきの方だ。とっておきは他の技を全て使わないと使用できない。デスが威力は140と強化力になっています。そして見切りで1ターン使ったからあれが発動する。
やはりバシャーモといえば加速ですよね。それじゃとっておきの前にテラスタルってやつを使わせてもらおうか。そういえば樹海院もラグラージもテラスタルしていませんでしたね。とっておきだけじゃいまいち物足りねえからな。ノーマルテラスタルでさらに火力上げるのか。絶妙に火力足りなくて今まで使うことなかった攻撃力技でしたが、タイプ1個性つけて撃てるようになったのはテラスタルのいいところですね。俺のとっておきをくらいな。あれだけ減ってたルギアくらいなら倒せます。これをするために見切りしか覚えさせてなかったのですね。そして命の玉でさらに火力をアップさせているぜ。とっておきだけで技出せてたらハチマキ持っていたのですけど、出てきたのはポリツーさん。これは俺の速さをトレースで奪いに来たわけだな。不意打ち裏押しとかだと面倒だったのでまだポリツーで助かったかもしれませんね。格闘技あればワンパンできた可能性だってあったのですけど、この方の問題点はとっておきがしちまったら他の技がねえことバレバレなのが弱点だぜ。倒せないの分かってたとはいえ半分削れたのは大きいですね。お相手さんはトリックルーム。これで加速すればするほどこっちが遅くなったな。早ければ早いほど遅くなる。なんて恐ろしい技なんだ。速さこそ力のバシャーモンは致命的だぜ。ポリツーさんは自己再生で回復してきました。おそらくですがターンからスタメンに見切りしてくることを読んでの行動でしょうか。まあこっちはトライアタックなら耐えれるかもと予想して突っ込んでいるのですけどね。実際はどうなの？無振りなら体力半分残れば耐えれますよ。ならこのままとっておき連打するのでいいのだな。 HP ポリツーでしょうし、そのまま行ってもらって構いません。それにこのまま攻撃すればトリルが切れた時上から攻撃して倒せますよ。これでトリルゴから4回目のとっておき、次の行動後にトリックルームが終わるぜ。お相手は相変わらず自己再生連打ですね。相手が攻撃に転じるなら今かもしれません。次再生してもトリルが終われば2回目のとっておきで落ち上がるからな。確かに相手が攻撃してくるならこのタイミングだ。悪いなポリツー、お前の動きは完全に見切らせてもらった。うまく攻撃をかわしてトリルターンを乗り越えました。ポリツーもめちゃくちゃ加速しているけど、同じタイミングで加速しているバシャーモンには届かないな。俺ほどではないがいい加速だぜ。お前なら即ポケになれるかもしれない。即ポケってなんだ？速いポケモンのことだろ。ポリツーさんがそのカテゴリーに入るのって限定的すぎませんか？水テラスしてきたがこの技も格闘技もないから特に意味はない。このまま突破させてもらうぜ。あとはマッチしているウーラオスだけですね。もうすでに何回も加速している俺を倒すことは不可能。悪いが一方的に勝たせてもらおう。それでは対戦ありがとうございました。あ、まあ大体の人が予想していた結果だと思うぜ。いくら早くても先制技はどうにもできません。対戦ありがとうございました。とまあこんな感じでいきなり高火力をぶちかませるバシャーモとなっています。確かに強そうには見えるけどさ、さすがに他の技も欲しくない？欲しいと。とりあえず2戦目やりましょう。2戦目です。お、相手はドラゴン統一じゃねえか。新しく入ったカミツオロキさんとブリジュラスさんもいますね。まあうちはボーマンだかトドロク付きを基本パーティに入れてるせいで、この辺のポケモンはあまり使ってないのですよね。って言ってる割にはスイヌメルゴン入ってるじゃねえかよ。役割が大きく異なると入れやすいです。相手がどんなやつでも関係ない。早い方が勝つ、それだけだ。あ、でも攻撃技取っておきしかないからブリジュラスかドラパルト来たら終わりですよ。じゃあ無理だ。諦めも早いな。対戦よろしくお願いします。初手はサザンドラさん。パルデア初期はよくいたが今は全然見なくなったぜ。同じタイプのトドロク付きが強すぎました。さて相性的にはこちらが有利なのでステロからさせていただきましょう。サガンドラって大文字とか使えるけど大丈夫？まあ不一致の大文字くらいならデカムちゃんは耐えられるので問題ありませんよ。メガネ持ちとか炎テラスタルされない限りはね。テラスタルされてますけど。え、まあ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 、サガンドラって基本鋼テラスタルの場合が多いので、ジャレツク対策の、ジャレツク対策も両立してるね。デカムちゃんいけますか？厳しそうです。まあワンパンされることだってあるわけだぜ。今回は海流もいねえわけだし、別にステロを絶対にしないといけないわけでもないぜ。それにテラス使わせただけでよかったということにしときましょう。いや耐えるのか。今回のとっておき型は少しだけ火力足りない場面あったので、できるだけステロやっておきたかったのですよね。俺の扱いに自信があるなら剣の舞ととっておきだけなんかすれば火力の心配はないぜ。その場合は置き土産や両壁とかする必要がありそうですね。今回はステロしかすることができませんでしたが、人類みたいなお化け耐久ではないのでこうなるのは仕方ありません。それではお願いしますね。本園の最速、参る。本園の最速は鉄火忍じゃない？嫌でオプチスだろ。次のルールで使えるのはバシャーモだけですね。とりあえず見切りから入りましょうか。サザンドラさんは聞きましたね。おそらくこだわっているのは確定ですし、スカーフですね。
バシャーも、今すぐ着きましょう。絶対も早い男。俺は最速の男だからな。褒めてねえよ。と入っても物理型だったらヌメルゴンでは抑えられませんよ。しっかり物理型だったみたいだぜ。なんとかヌメルゴンさんは耐えれましたけど次で倒されちゃいます。バシャーもニテラス使うつもりでしたがプラン変更です。ヌメルゴンをフェアリーテラスさせてドラパを無理やり突破しますけどいいですよね。別にいいよ。返事が早くて助かります。ダメージ的にハチマキ持っているのは確定なので、あとはヌメルゴンが優勢分当てるかどうかですね。このチャンネルは大事な時は優勢分外さないぜ。そりゃ大事な時に外されたら動画ボツになるから見せれないだけで。ヌメルゴンさん、当ててくださいね。ここはハチマキ持っているから確定でかわせるとして、当てて。無事ドラパを突破できましたね。最速の竜、できれば俺の手で倒したかったぜ。2匹目はトドロクッキさん。ブリジュラスがいないのでとっておきの一環ができましたね。と言ってもテラスしないと普通にインファの方が火力出るので少し不安ですが、持ち物はブーストエナジーでした。素早さ上げられると1加速では抜けないので攻撃上がってひとまず安心。パラドックスポケモンとかのせいで素早さのインフレが加速した気がするぜ。俺は10年以上加速しているけどな。もうお前の1加速で抜けないポケモンそこそこいるぜ。ヌメルゴンは倒されましたがドラパ倒してくれたので十分です。あとは最速の俺に任せな。お疲れ様です、ヌメルゴンさん。再び最速登場。取っておきするために見切りから入りますが、それ読まれちゃって言う前とかされると素早さ抜けなくて負けです。この方に限らず守る持ってる加速ポケモンは余計な読み合いが生じちゃうな。言う前ではなく普通に攻撃してきましたね。これでこのターンの加速でとどろく月の素早さを抜いたぜ。これであとは取っておきして倒していくだけです。俺の取っておきを受けるがいい。ちなみに俺様だったら威嚇込みで一発は耐えられたぜ。あとはスカーフ持ったサザンドラだけですが、このターンの加速によってスカーフ持っていても上から攻撃できるようになりました。サザンドラ、速さを求めてスカーフを持ったのは褒めてやろう。だが相手が最速の俺、バシャーモだったのが敗因だぜ。対戦ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。バシャーモ、相変わらず加速というとんでも特性は使っていて楽しいので皆さんもバシャーモ使ってみてくださいね。最速の俺をよろしくな。ああ、そのことですけど今回のバシャーモはいじっぱりですよ。ということは最速じゃねえじゃん。